だってこれさ、いつも爪切ってるやだぁ足の爪とか切ってるやだみーみーチャンネル始まるよ。大丈夫血が出てるよ。刺さったの？うん、やばい。ワイヤー切ろっか。今ね、ミーミー矯正してるんですけど、矯正のね、なんか取れちゃったんだよね、うん、そしたらさ、ワイヤーが飛び出てきちゃって、それが刺さったんだ、うん、うわ、あの、爪切りで切ろうか、うん、めっちゃドアップ、ミーミーの口ダメ、君の友達は見ないでください。まだ食べかすが残ってる。じゃあミーミーが食べかす取ったら切りましょう。ああいうティッシュ捨ててね。いろんなとこに置いとかないで。え、絶対ミーミーでしょ。ちゃんと挟めてるの？ほっぺの肉切らないようにね。はい。うわー、怖い。挟めてる？あれ？挟めてるよ。すごい顔。ペンチがないもんなぁ。これさ、いつも爪切ってる。やだぁ。足の爪とか切ってる。やだぁ。え、何これ？え、あの、粘土みたいなやつ。ああ、歯につけてたね。あの、最初にあるさ、あの、よだれ吸うやつやりたい。歯茎とか切らないようにね。どう？取れた？端っこだけ切れた。あ、すごいじゃん。じゃあ、どう？飛び出てるところ、見して今。これか。ああ、でもまだだね。大丈夫。あ、何、びっくりした。挟んだかと思った。何を？唇を。怖い。口、ティッシュが。え、綺麗なの？綺麗だよ。それじゃあ本当に突き刺さるし、歯医者さん行く日はまだあと10日後ぐらいだから。できた？切れてない。できた。ママがやろっか。だい、怖い。ママがやるのは。ワイヤーがね、本当に飛び出てきてて突き刺さっちゃいました。もう最近ずっと血だらけなんだよね、うん、そんなに唇伸ばして大丈夫？変わんないかな、こっち変わってない？大丈夫、挟むだけになっちゃう。どんどんここがさ、あ、本当だ、爪切りが壊れてってる。皆さん、人生でこんな光景見れるのは最初で最後だ。なかなかこんなの見ないよね。すごい、そんなに引っ張って大丈夫？変わんないよね、唇の形。いや、怖い。お願いだからさ、あの、ちゃんと、あの、うん、ここに挟まないように注意してみて。まだ、まだ挟まないから。挟みます。これで挟んでるよね。いい？痛い？今。どっか痛い？ちょっと待って、ちょっと待って。痛いとかある？ここ、だって、ここ絶対挟まないから。いい？で、だい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 。下が、下が。もっと上にやって。そうそうそう。そう、あ、大丈夫？いい？いいよ。あ、切れた。切れた。切れました。皆さん切れましたおめでとう、ミミ。あ、切れてる、切れてる。切れたでしょ？聞かせてください。なんかすごい今まで3日ぐらい悩んでたんですけど、切れちゃいました。触りすぎだよね。あと、うがいした方がいい。バイ菌がついてるから。伸びて痛い。うん、うがいして。今日はね、ミーミーがホットケーキを焼いてくれました。オッケー。うん。てかさ、新宿と浅草明日。え？明日行く。あ、明日行くの？じゃあ、よかったね。行く前に歯がすっきりしてね。はい。なんか、すごいティッシュがいろんなとこにあるんだけど。あ、これの後。これ、矯正がね、刺さるところとかにこういう粘土みたいなのつけるんだよね。はい。もうなんか、あ、生まれ変わった気分。ずっと言って、もう喋るたびに、喋るたびに、ってなったんですけど、今は、よかった。最近ね、ずっと耳機嫌が悪かったんだよね。イライラしてね、痛くて。
やっぱり痛みがあると人はイライラするよね。今度は何ですか、そちらは。いや、ちょっとさ、ポストカードさ、部屋に飾っちゃおうかななんて思って。そうなん、この辺汚い。あ、まあいいか、手術後。14とかさ、うん、何日カレンダーにするんじゃない。毎日めくっていくって。あ、そういうことじゃない。これは20日だし。あ、めくるのか。そうかも。どれが好きなの。おきに。あ、今おきにをここに置いてんのね。部屋に飾りたいやつ。はい、カゴ。あ、ありがとうございます。今2個ずつ買ってるから300円分。ジューサイダーってそこにある。何買うの？それ。やっぱり王道キープ。やっぱビッグカツ大好きなので。ビッグカツ、メガトン。お菓子はしばらく我慢するって言ってたけどね。ええ。ピーペン108送るわ。何、ミー、これ自分で買うの？じゃ、ミーミーが帰ってきたので。おやつがこちらです。今ね、あげました。ソースつけた方がいいかも。ママ、味付け忘れたから。いただきます。はい。ソースいらない？味ないよ。一口目これ。いただきます。はい。うまい！美味しいの？うまい、うまい。味ないのに？お友やプレゼントいただいたので、紹介していきたいと思います。はい。嬉しいね。このチョコビのなんかポーチみたいな。かわいい。私ね、結構クレヨンしんちゃん好きなんですよ。あ、これ何？しんちゃんなの？クレヨンしんちゃんのやつ。何これ、え、美味しそう。何、ちょっとあの表情変えません今から。なんでいいじゃん、ニヤニヤしていいんだよ、ミミ。 K-POP、 すごい、これ全部。はい、私ちょうどこういうの欲しかったんですよ。え、すごい、すごい、これヘアメガネ作っちゃってんやん。すごいじゃん、ブーちゃんのヘアバン。お、あ、ほんとだ、上手。ありがとうございます。あ、あとちゃんと私の肌茶色っていう。あ、ほんとだ、ミミ嬉しいんだよね、茶色く描いてもらえるのね。で、後ろを見てください。おー、綺麗。さすが繊細画ですよね。そうだよね、私もこういう絵よく描きます。質問で、ミミちゃんは K-POP ファンですかっていう質問なんですけど。なんでモゴモゴ言ってんの。こちらで収納ケース的な。おお、いいね。あ、ケープペンだ。え、この平たい感じ私好きです。うんうん、これね、あの中学校から使っていきたいなって思いますね。はい、ありがとうございます。食べ物欲しかったです。食べ物嬉しいね。食べ物めっちゃ欲しかったです。すごい、大豆フレーク。あ、普通に、あ、ひき肉として使えるんだ。え、すげえ。ロールケーキのハンカチです。ちなみに今日のハンカチもあのファンの方からいただいた。ぐしゃぐしゃ。ぐしゃぐしゃのハンカチ。ぐしゃぐしゃ。あの、いっぱい使った証です。この。チーカーのステッカー。お、石鹸。すごい。手作り石鹸。ゆきんさん、あの、ありがとうございます。なんで今日そんなにかしこまってんの。うん、あ、はい。